よいしょ。こんにちは、まさとです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日もですね、前回に引き続きですね、この100、500ですね、100、500と、100、400ですね、この、2本の望遠レンズ、望遠ズームレンズを使って、撮影してきました。で、今回も比較みたいな感じなんですけれども、前回と違って、前回はね、あの風景ですね風景写真を、まあ、撮って画質を比較するみたいな感じの動画をアップさせていただいたんですけども、今回は飛行機ですね、胴体といったらいいんですか、動くものを撮ってきました。もう撮ってきました。でね、今ここは今羽田空港のこの駐車場なんですけども、いやー、ちょっとね、このカメラでね、カメラの中でね、こう見てる感じだとね、まあ100、500も100、400もね、綺麗に撮れてるんちゃうかなっていうのがもう率直な感想で、もうね、100、500の型を持ちたいような気もするんですけど、100、400もね、全然綺麗に映ってるんですよね。これがね、ちょっとパラパラとね、この中からね、厳選してっていうと言い方あれなんですけども、写真を、作例をアップして、動画は公開したいなと思ってるんですけど、100、500で撮ってるのも非常に綺麗なんですけど、100、400のやつもね、全然ね、綺麗な写真いっぱいあるんですよね。で、今回基本的にはシャッタースピード優先で1000分の1で切ってきました。まあ、飛行機止めるっていう感じで写真を撮ってきまして、まあ、ちょっと飛行機ね、僕ね、もう1、2回しか撮ったことなくて、あんまりね、うまいとか、そういう下手とかで行くとね、多分下手な方になるんですけども、まあまあ、その風景よりかは、まあ100、500と100、400の差みたいなものがまあ出やすいのかなと。動いてるものをサーボで捉え続けて、1000分の1で止めて、写真を撮るっていう感じで今回は撮ってきたんですけども、まあね、見てると別に100、500も100、400もね、どっちもすごい綺麗なんですよね。100、400やからね、飛行機撮れないっていうことはなかったですね。で、オートフォーカスはね、やっぱりね、100、500、やっぱりじゃないか、ごめんなさい、あの100、400もね、100、500、どっちもね、結構早くて、サーボでこう追いついて動く被写体を追いかけている時も、100、400も離さずに結構食いついたまんま、あのシャッター切ることができたので、ここもね、100、400がそんなに劣ってると感じないかなっていうのもあるんですけども、まあもうちょっとね、もっと過酷な環境ですよね。だから夜とか、今はもうだいぶ日上がってきて、今回朝活で写真撮ったんですけども、もっと暗いと ISO 感度上げなきゃいけないような環境下とか、暗がりなところで撮るとまたちょっとオートフォーカスのね、あのパチッと合うのか合わないのかとか、そういったところの差が出てくるかもしれないですけども、今回朝撮影飛行機してる分には100、400もすごく速くて正確で、サーボもこう食いついていく感じが決して悪くはなかったなっていうのは、あの個人的な感想でございます、ね。今これ朝の9時なんですけども、だいたいここに6時ぐらいに着いて、展望デッキが6時半から空いてるんですよね。あ、ちなみにこれ今回第1ターミナルの展望デッキ行ったんですけど、6時半から空いてて、だいたい今でどうすか、2時間半ぐらい撮ってたんですけども、まあ、ちょっと100、500と100、400と途中でこう交代交換しながらこう撮影してたんですけど、100、500はね、やっぱりね、ちょっとこれ見てわかると思うんですけどね、今日ね、僕ね、この、あの、ストラップ忘れてきたんですよ。ピークデザインの耳がピャーンなってると思うんですけど、ピャーンってなってると思うんですけど、あの、ここの、この首にかけるストラップ忘れてきてしまって、ずっと手持ちやったっていうのもあるかもしれないですけど、100、500でね、やっぱずっと撮ってるとね、やっぱね、結構重たくて、左手が、こうやって持ってる、この左手の方がしんどか、重くなって、痛くなってきましたね、ちょっとずつ。それちょっと僕の個人的な話なんで、まあ、あの、慣れてる人からすると大したことないんでしょうけど、まあ、やっぱ慣れてない人がね、100、500ずっと持ってるとね、結構重たいですね。しんどいと思います。逆に100、400はもう半分ぐらいの重量なんで、100、400に付け替えたらめっちゃ軽いんですね。もうそれがもう100、
100-500との大きな差やなっていうのをなんか勝手に思ったんですけども、まあ、あとねもちろんね防塵防滴でやっぱり L レンズ、この白い L レンズっていうのは、安心安全といったらあれなんですけども、過酷な環境下でも使っていける、あとはあれですか、何ですか、プラス 100mm ですね。100-500なんで 100-400 に比べて、プラス 100mm の焦点距離の余裕があるということで、やっぱ撮っててもね100-400 だと、まあ、これぐらいのものが100-500だとこれぐらいに映れるっていう、このなんかこうプラス 100mm の差っていうのは、まあ、やっぱそこそこあるなとは思いました。あとやっぱりねその開放 F 値が違うんで、もっとね夕方というか、もう日暮れてからとか日の出前とか、そういうね光の少ない状況からと、やっぱりこの開放 F 値が低い L レンズの方が、まあ、やっぱり100-400よりかは、まあ、画質をきれいに残せると言いますか、 ISO 感度上げずにそこそこ画質を、まあ、100-500の方が残してくれるでしょうというのはありますね。うん、なんかそんなねくちゃくちゃ喋っていながらね、そんな見てもらっていいような作例が撮れてるかは結構謎なんで、今ちょっとどういう風に編集したらいいんかなって思いながらも、家帰らなあかんけども喋りたいからこう車の中で喋ってる状況なんですけども、で画質はねだからまあパソコンで編集してる時に作例を載せながらなんかねこう思ったところをコメントじゃないわ、テキスト入れていきますんで、皆さんもねこの写真見たりとか何かしら、思うことあったらぜひコメントください。今回ねその100-500と100-400っていうのを、まあ、前回比較動画みたいなのを作ってたくさんの人に見ていただいて、僕の動画にしてはね珍しくねたくさんコメントもいただいて、お初にお目にかかりますっていう方もね結構いらっしゃるのかなと思うんですけども、今回もねなんかいろんな本当初めて見たよっていう方もね何かしらコメントねいただけたらなと。でね100-500と100-400、まあ、両方お持ちの人もいれば、どっちか買おうと思ってる人で、どっちか もうすでに持ってる人とかね、いろんな方がいてね、いろんな人のコメントでねすごくね僕自身も勉強になることありますんで、引き続き、コメント等もいただけると幸いでございます。そんなもんでしょうか。キャノンのカメラとか、レンズとかレビューしたり、まあ、普通に撮影してる時の Vlog みたいなのをアップしてますので、こういう動画ちょっとでもいいねと思ってもらえたらいいねしてください。うん、日本語変やな。まあ、チャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。よし帰ろうか。駐車場で車の中でペチャペチャ喋ってる謎の YouTuber 風情のサラリーマンでございます。はい、そんなもんで大丈夫かな。なんか喋り忘れてるような気もするけど大丈夫か。まあいいか。結局ね喋るよりもね作例中心で何かこう見ていただいて気づいたことあったらテキスト入れていきますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あとね100-500と100-400のねこの静止画、静止画じゃない風景ね、風景を撮った前回の動画ね、上のカードと下のね概要欄にねリンク入れておきますんでね、ぜひねそっちもまだ見たことないよっていう方いらっしゃいましたら、そちらもぜひご視聴いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。すごいなこれ、周りから見たら完全に変な人やけど大丈夫かな。とりあえず家帰ろう。とりあえず家帰って娘の2歳のバースデーやね。今日じゃないんやけどね、誕生日会する言うからね、家帰りましょう。よいしょよいしょ。マスクをして駐車場料金を払うと。やばいな、どんどん一人ごと増えてる。